はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。権現です。それではガイア幻想記、実況の続きをやっていこうと思います。で、前回はですね、まずピラミッドのボスを倒しまして、ミステリードールをね、まあ、手に入れまして、その後に、バベルの塔にね、まあ、向かうことになったんですけれども、まあ、最初はテムがね、一人でまあ行く予定だったんですけれども、まあ、彼がね、後からこうパラシュートでまあ降下してきまして、まあテムとね、こう合流したところで、まあ、前回は終了したわけなんですけれども、そこの部屋には進化の光を使って作られた化け物が眠っている。上の階へ行くなら彼らを眠らせてやることだ、ということなんで、まあ、今回はこの大きい扉の方から行ってみたいと思います。ん？これはボス戦かな。あ、そしてテムがなんか変身してますね。あ、シャドウになりましたね。こいつはなんか見覚えありますね。インカの遺跡で戦ったボスかな。あ、弱い。あっという間に倒しちゃいましたね。ふう。あ、そしてまたテムに戻りましたね。倒しましたが、あ、セリフは一緒ですね。上の階へ行くなら彼らを眠らせてやることだと。まあ、ちょっと体力減っちゃってるんで、回復できればしましょうか。特に助言もないですね。じゃあ上のフロアというところに行ってみましょうか。そういえば敵はいないっぽいですね。まあここにフリーダンの像があるんですが、まあなぜここにフリーダンの像があるのかっていうのもね、未だに謎のままなんですけれど。またこのでっかい扉ありますね。ここはバリアが張られてて先に行けないのかな。じゃあこの中行きましょう。ん？またボス戦ですね。こいつもどっかで戦いましたね。あ、シャドウに必ず変身するんですね。いた。そういえばこのシャドウのこの R ボタンを押すモードは何か意味があるのかな。なんか防御とかできます？テムはなんか笛でねガードができるんですが、できるのかな。あ、一応ガードしてますね。ガードをしてますね。なるほど。そしてこのボスはどうやって倒していいのかはよく覚えてませんが、うん、まあ意外にあっさり勝っちゃいましたね。そしてまたテムに戻ると、さっきのガイアのところ戻れますかね。できれば戦った後は回復していきたいですね。この先ずっとこんな感じなんでしょうかね。じゃあ回復してください。で、まあセーブはしないと。で、また上に戻ると。まあ今まで出てきたボスがまあずっと出てきてるんで、中のムカデみたいなやつとか戦うんでしょうかね。ん？これは何だろう。特に調べられはしないと。ん？これは何だ。
お、消えちゃいましたね。あ、なんかワープゾーンというかそんな感じかな。あ、一応カレンも一緒にいますね。また大きい扉があって、でバリアが張られていると。一緒ですね。次は何でしょうか。とりあえずシャドウに変身して、ああ吸血鬼いましたね。そういえば、そういえばこんな人たちもいました。すっかり忘れてましたね。あ、でも弱いな、ボスが弱いのか、テムが強くなったのか、ちょっとわかんないですけど。あ、ここも当たりますね。どこ行った、いた、遠いな。うん、あっさり。まあ、シャドウになってるからいくらか攻撃力も上がってるんでしょうかね。戻れますかね。あ、そっか、これ以上は戻れないのか。なるほど。ガイアさんがいることを願って先に行きましょう。右は行き止まりですね。あ、ガイアがいない。まあダメージ食らったまままたこの部屋入りましょうか。まあいざとなれば薬草とかね、いっぱいありますから使っていきましょうか。次はどんなやつでしょうか。ん？ボスがいないぞ。あ、いた、いた。ああ、そういえばいましたね。これは、バンリーの頂上で戦ったやつかな？そんなに苦戦した覚えはないんですが。お、なんか、破裂しましたね。あ、そういえば、そうそう、こんな動きしましたね。なんか出てくるところをザクザク切って、うん、こんな感じで戦ってましたね。まあほぼダメージは食らってないかな。ん？おや、カレンがいない。どこへ行ったんだ。また単独行動でしょうかね。じゃあ上へ行きましょう。ん、なんかいますね。これは何だろう。ちょっと近づく前に。あ、でもこれ以上いけませんね。鳥がいますね。お前はこの地球を救うために蘇った人間。さあ、上の階へ運んであげよう。あ、一応味方っぽいですね。高い。さすがバベルの塔ですね。ん？ここで降ろされましたね。こっから行くのかな。ん？また部屋があって、バリアが張られてる階段があって、そしてカレンがいない。次は、次はどんなやつかな。なんだ。あ、ピラミッドにいた女王。あ、ついこの間戦ったばっかりですね。あ、そっか、これ囲まれちゃうのか。なんかうまい戦い方ないかな。これは分裂する。集まってる時に
と、この水になってればいいのかな。よ、うん、やっぱり一撃しか与えられませんね。あ、無理か。いた。結構ダメージ食らっちゃってますね。いや、今のは危なかった飛び降りちゃった方が早いかな。それでこれは防げるのかな、まあ、いろいろ試しますか。あ、無理ガードはできませんね。いいよ。体力がちょっと危ないな。で、このモードになったら本物を切る。うん、この繰り返しかな。なるべく広いところで戦いたいですね。危ない。これはちょっと遠いな。この辺か。あ、そろそろちょっと回復した方がいいかもしれない。はい。回復中に移動かな。下のフロアの方が戦いやすいのかな。あまり変わんないか。よ、いた。今どんな感じなんだ。あ、実体化してますね。よ、またぐるぐる回るモードですね。もう一発くらいかな。よいしょ。あ、倒せましたね。これで一応今まで出てきたボスは全員倒したのかな。そして彼がいないあれ、こっから先に行くのかな。あれ、逆でしたね。こっから来て、で、ここに入ればいいのかな。うん、上に登ってますね。ここも入れます？ん？この人はさっき倒した吸血鬼の旦那さんかな。もう間もなく彗星が地球のそば、ん？地球のすぐ横を通過する。さあ、それまでにバベルの塔の頂上へ。あれ、でもこの吸血鬼さっき倒したんじゃないんですかね。そして高い。あ、ここまで。あ、カレン、カレン、どこに行ってたんだよ。吸血鬼の女の人がやってきて話があるって言うから。あの人、永遠に死ぬことのできない体なんですって。なるほど。彗星さえなくなれば安らかな眠りにつけるって言ってたわ。なるほど。ん？でもその吸血鬼の奥さんはどこにいるんでしょうかね。あ、シャドウいますね。ん？あ、ガイアさん。で、この人玉は？あ、喋れますね。この先に進むとお前はもう後戻りできなくなる。ダオの町へ戻りたいなら運んであげるがどうする？まあ一応やめておきましょう。先にガイアさんに会ってきましょう。じゃあ回復してください。ん？彗星が近づいている。そして最後の戦いの時が近づいている。
そなたとこうして話すのもこの場所が最後になろう。ああ、そうですか。ガイアさんとはここでお別れ。何者なんでしょうかね、ガイアって。そなたの力は彗星ダークガイアに戦いを挑めるまでによみがえり、素晴らしい闇の戦士に成長した。ほう。光の戦士と心が一つになったとき、シャドウの持つ唯一の力、ファイヤーバードがよみがえる。ファイヤーバード。ソウルブレーダーにも確か出てきましたね。この星を元の姿に戻せるのはそなただけ。私はすべての望みをそなたに託そう。これはセーブのセリフですね。セーブはしなくてもいいかな。それで、ダオの町に戻れるんですよね。戻ったら何かあるのかな。あ、一瞬にして。なんかセリフは変わってるのかな。少女は黙って一枚の紙を差し出した。そこにはなんと黒い豹の絵が描かれている。僕は背筋が寒くなった。これは僕らを追い詰めたというブラックパンサーの警告だろうか。ブラックパンサーはピラミッドの中で燃えちゃいましたね。セリフは以前来た時と変わってないですね。何のためにダオに来たんだろう。あ、宝石持ってるかな。お、集めた宝石が30個を超えているじゃないか。リストの通りダークパワーを上げることにしよう。ありがとうございます。これは私が魂から授かった世にも不思議な力。何でもダークフライヤーのパワーが上がるらしいのだ。ほう。自分の放ったダークフライヤーが飛んでいる間にもう一度攻撃ボタンを押してみるといい。はい。30個の次は、あ、私の秘密50個。さすがに50個は集まりませんでしたね。まあ一応30個まで集めたんで、OK かな。ダオの町。これはガイアですよね。特に何も変わってないですね。まあ奴隷の商売はまだやってるみたいですね。なるほど。まあ一応戻ってきましたが、特に何もないみたいですね。あ、そうだ、せっかく戻ってきたんで、ウオータミア、あそこまで行けますかね。あのロブとリリーがね、どうなったのかっていうのがちょっと気になってたんですけれど、もし戻れるのであれば戻りたいですね。原住民の村落、原住民の村落は相変わらずかな。相変わらずですね。まあでも奴隷貿易もだんだん縮小してきてるんで、まあこの村でまあ人食いがね行われることはもう多分ないのでしょう。あ、そっか、エウロを経由しないと帰れないのか。あ、エウロにニールとかいるんでしょうかね。なんかニールは飛行機でね、エリックとかをサウスケープに送っていきますみたいなこと言ってたんですが、セリフとかは変わってなさそう。とりあえずニールの家行ってみましょうか。帰ってるかな。どこにいましたっけ。客間にはいないか。
あ、いませんね。まあ、ニールの両親は、なんかすでにね、亡くなっていたんですよね。で、なんか月の種族みたいなのが、奴隷貿易やってたんですよね。このアンっていうのも、何者なのかっていうのがね、結局わからないままでしたね。社長夫妻の住むお屋敷ですと。社長夫妻はもう亡くなってるんですけどね、まあ、とりあえずニールいませんでしたので、とりあえず無視。あ、ウォータミアまで帰れますね。あ、久々の動物、名前は忘れちゃいました。で、多分ここにロブとリリーいると思うんですけどね。この家かな。あ、いましたね。久しぶりです。親父は日に日に良くなっていくみたいだ。もう普通に喋れるようになったしな。テムも早く親父に会えるといいよな。うん、まあそうですね。そうそう、確かテムは赤い宝石を集めてたんだよな。親父の持ち物の中から赤い宝石が見つかったんだよ。持っていきな。あ、赤い宝石もらっちゃいましたね。リリーは、大きい星が衝突するとか嫌な噂が飛び交ってるわ。そんな噂話、私は絶対信じないもん。なるほど。まあ、ロブとリリーは、まあ、ここで、まあ、ロブの親父さんを看病しながら、まあ、至って平和に暮らしてましたね。で、ここに確か親父さん、あ、いましたね。おお、テムじゃないか。心配をかけてすまんかったな。いやいや。ロブとリリーは本当に一生懸命看病してくれる。昔は子供に自分の人生を左右されたくないと思っていたが、いざこうなってみると実の子っていうのはいいもんだよ。なるほど。まあ、ゆっくり養生してもらいたいですね。まあ、ロブとリリーもまあ無事にね、再会できましたし、特にセリフとかイベントとかが起こるわけではなさそうな感じがしますので、じゃあ帰りましょうか。ウォータミアから先は堕天使の町か。まあそこまで行かなくてもいいかな。まあ、ずっと戻っていけばサウスケープに戻れるのかどうかっていうのはね、ちょっとわかんないですけど、まあ、テムはね、最後の一仕事がありますからね。こっからすぐに帰れますよね。じゃあ原住民の村落。まあ、随分テムも旅してきましたね。そして、まあ、こっからまた右に出て、でダオに行けばいいのかな。まあ歩いてね、テクテク行っちゃうわけなんですが、まあ、本当はね、すごい距離離れてるんでしょうね。ダオに帰ってきましたと。なんか宝石もらいましたね。預けましょう。うん、31個。この先も宝石とか手に入るのかな。なんかでももう最後っぽいですからね。バベルの塔へ戻るのだな。じゃあ戻りましょう。
それで、この先に進むともう戻れなくなると。じゃあ、やめる。まあ、先に行きたいところですけれども、まあ、とりあえず、今回はこのガイアさんでね、セーブして終了したいと思います。なんかここが最後のセーブポイントっぽいですからね。うん、最後の戦いの時が近づいていると。で、ガイアと話すのもこの場所が最後になるということですね。まあ、このセリフはさっき読んだんで飛ばしちゃいましょう。じゃあセーブして、今回はね、終了したいと思います。いえ。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、ゴンゲンでした。